ガリシア州内の位置、ポンテアレアスは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカド・コンダードに属する。ガリシア統計局によると、面積は125.56キロ平方メートルで、2012年、の人口は23,409人。住民骨肖は、ポンタリアン、E。カスティーリャ語による表記は、 プエンテリアズ、ガリシアゴア社の自治体人口に占める割合は93.33%。ポンテアレアスは、ポンテイベドラ県の南部、コマルカド・コンダードに属する。北は、パソスでボルベン、東が、モンダリス、モンダリス・バルネアリオ、南が、アスネベス、サルバテーラ・デ・ミーニョ、サルセーダ・でカセイラス、西がポリーニオ、モスである。自治体中心地区は、 ポンテアレイアス教区のポンテアレイアス地区。自治体首長は、ガリシア国民党のサルバドール・ゴンサーレス総じ自治体評議員は、ガリシア国民党、9、ガリシア民族主義ブロック、5、アシップ、5、ガリシア社会党、4となっている。ポンテアレイアスは24の教区に分けられている。太字は、自治体中心地区のある教区。 出展、ガリシア国際情報分析研究所。ありがとうございます。